当てつけのような願いを二人を高いに攻め耳鳴りと慎み生きようがなかったんですね。こう、まあ、今ですと大して僕の顔見えてないと思いますけども、この顔ではそういう生き方しかできなかったわけです。まあ、ちょっとそれと同等に比べてしまった申し訳ないところはあるんですが、例えばチベットの踊りなんかを見ててですね、あの踊りの感じがこう、もちろん日本とは違う感じというのも違いますけども、日本のなんか踊りですとかそういう田楽ですとかそういうあのね、そんなものとちょっと近いなって感じるところもあったりなんかして、それはきっともうその人間がそうとしかやりようがない、そう
ことしかやりたくない、なんかそういうこう生き様を含めてなんかもう導かれてしまうというかですね、そう動かざるを得なくなってしまうようなところで重なっているのであれば、すごく共通点と簡単に言うだけではもったいないような部分であるかなと思うんです。そういうなんだかこう不思議なところも含めて、なんか今日すごく大きな情報を得た挙句、すごい低い椅子です座って演奏しているというこの感じが、今日の晩あたり知恵熱が出そうなぐらい、ありがとうございます。Soon